好天の阪神競馬場、しかし少し雲が広がってきました。芝コース、ダートコースともに量の発表です。11頭全馬ゲートの中、体制完了。スタートしました。ポーンと2番の新玉シトルがいいスタートを切りました。それに外から5番のウェザーストームが迫りますが、2番の新玉シトル花を譲りません。1馬身のリード、3番手に3番ユーキファインがつけました。あとは2馬身差、7番オーミハンコックが行って、内から6番浅毛松風、10番カシノステイタス、さらには11番クリノツネちゃん、8枠両と上がっていきます。その後ろから8番東進武蔵、中段外目です。4馬身が相手、3コーナーカーブ、9番ケイウンヘブンズ、それから2馬身差、1番シゲルサヌキ、外から並んでかわしていく4番のシゲル三河という体型です。 3,4 コーナー中間に入っていきます。600を切って2番の新玉シャトルが先頭、1馬身のリード、2番手には5番のウェザーストーム、それに外から11番クリノツネちゃんが並んでいきました。2頭の後ろは2馬身差、3頭広がって、外目から8番の東進武蔵の進出、内は7番の近江ハンコック、直線に入りました。新玉シャトルが先頭、リードは2馬身、外から11番クリノツネちゃんが差を詰めます。さらには8番東進武蔵、3番手から2番手に並んでくる。残り200を切って、その後ろは3馬身差、外目から10番のカシノステイタスの追走です。先頭2番の新玉シャトル、3馬身のリード、8番東進武蔵が2番手、3番手11番クリノツネちゃん、体勢決勝しました。新玉シャトルゴールイン、逃げ切りました。